僕は埼玉生まれ埼玉育ちで、で実家から出たのが高校卒業してすぐで、で一人暮らしを最初に始めたのが阿佐ヶ谷だったので、その阿佐ヶ谷に行ってきたんですよ。ベンチに座りたかったんだけど、あっさーみたいな感じの若者が5人ぐらいいて、一歩も入れなかった高架下に行ってみたんですよ。バーンって看板があって、自転車走行禁止って書いてあって、過去の俺がもう走れないようになってるっていう。キャンプ雑誌を買って、そのキャンプ雑誌をその子の家のドアの前の床に叩きつけて帰ってきた 思い出のアパートがまだあったんだよ。で、あ、そうそう、あ、タイタンの前も行きました あなたの名前の由来を教えてください。僕のね、ラジオネームもあるんですよね。ジョン・レノンって。ラジオネーム食パンスライスさん、来た。僕のラジオネームの由来は、僕がパン屋に勤務しているからです。やはり無心で食パンをスライサーで切るという時間があり、その時間によくメールの内容を考えてる。素晴らしい、ラジオリスナーの鏡。ラジオネーム、財布を落としましたよ。ラジオネームっぽくないけど、身近にある文章にしようと思いました。ああ、なるほど。その中でも、財布を落としましたよというワードは存在するものの、実際に言ったことある人はなかなかいない魔法の言葉だと思い、確かに。そして僕の名前を聞いて、少しでも財布を落とす人が減ればいいなと思います。社会貢献、すごい。星野さん、高校2年生だと思います。僕が一番暗い時です。ずっと暗闇でレッチリ聞いてる。 ラジオネーム、もろもろこしこし。源さん、僕、彼女ができました。小5以来女子と手をつないだことない、でも彼女ができました。特技はチンチン陰毛キャッチ、でも彼女ができました。仕事しながら週16オナニー、でも彼女ができました。オナニー最短記録は8秒、でも彼女ができました。そんな単焦方形早漏童貞、でも彼女ができました。彼女ができました。ふー、星野源のオールナイトニッポン。これはジャスラックに著作権登録した方がいいよ。俺が服の上からお前の乳首の位置を一発で当てたら俺の勝ち。いいぜ。絶対当てられないと思うけどな。絶対。アミゴー。裏メシア。出たー。こんな岩つくっつきの物件いや。おー、忘れないさ。これエコーです。はい、エコーだということが知っております。はい、ちゃんとかかってますよ。大丈夫ですね。はい、デパ地下と書いてお送りください。懸命にね。そうや、もっと懸命にねって言ってる感じでもいいですよ。もう一回やります。デパ地下と書いてお送りください。懸命にね。そんなに早く言わなくていいの。デパ地下と、ちょっと間を空けてください。デパ地下と書いてお送りください。懸命にね。